青い海のトリスティア発明工房奮闘記は、高画道スタジオが発売した一般向け PC ゲーム。同社の開発部署から分社化した、有限会社クマさんチームの分社後、第一作であると同時に、ディープ、ブルーシリーズ第一作。発売は2002年の7月20日。荒廃した都市を再生するために発明を行いつつ、都市計画を立てるシミュレーションゲームの側面もあるが、コマと、 英字の描くキャラクタービジュアルを売りにするギャルゲーでもある。また、同名の OVA も発売されている。2005年3月25日には、メインキャラをそのままに舞台を映した続編、青い空のネオスフィアが発売されたほか、青い海のトリスティア時代も2005年8月11日に、日本一ソフトウェアからプレイステーション2に移植された。2012年8月9日には、 本作の発売10周年に合わせ、サイバーフロントから、プレイステーションポータブルに移植された。ただし、サイバーフロントが倒産しているため、ダウンロード版の購入及び再ダウンロードは不可能となっている。このため、プレイステーションウィータでのプレイは、倒産前にダウンロード済みの人を除きプレイ不可となっている。中国や香港、台湾でも、怒り明公房のタイトルで発売されている。 かつて海上の一大攻易拠点として繁栄を誇り海の宝石と称えられていた海上を移動としトリスティアは11年前に発生したドラゴンの襲撃を天気に錆びれる一方であった街の人々はかつての繁栄を取り戻すべく伝説の古代文明であるパシアテ文明の技術 E テクノロジーを復活させた機体の天才発明家であるプロスペエロフランカに 町の再建を依頼するが、トリスティアへ派遣されたのは、プロスペロの孫娘である、ナノカ・フランカであった。詳細は、ディープ・ブルーシリーズの登場人物を参照。声優はメディアによって違う場合は、ゲーム版、OVA 版の順に表記。詳細は、ディープ・ブルーシリーズを参照。クロックワークスより発売。全2巻。米国や、ロシア・ポーランド、香港。 台湾でも発売されている。2004年4月23日発売クエバマイナス 32L2004 年7月23日発売クエバマイナス 35L トリスティアドキドキオペレーションは2003年7月18日発売のファンディスク。対応機種は Windows 98 XP 壁紙スクリーンセーバーゲーム中に使用した音声集のほか、 タイピングゲーム、トリスティアドキ、ドキ、オペレーションを収録。タイピングは、入力後の変換も必要なシステムで、ストーリー上で戦う相手によって、漢字が多いものや、全文カタカナなどの特色がある。トリスティアで発生した、怪現象の原因を突き止めるべくフルクラム帝国より、派遣された、エージェント2名、BB と GG。BB は、 洗脳を免れていたらファルーと合流し、トリスティア住民の洗脳を解くために戦う。ディープ、ブルーシリーズの登場人物を参照。ナノ日たちは洗脳されているため、ダークナノカや、ダーク天山など、名前にダークがついている。大間が時キャンディポップレーベル発売設定資料集、攻略本連載記事ノベライズ作品2種類のノベライズ作品が発売されている。 どちらもゲーム本編をベースにした内容だが、エニックスゲームノベルズは PC 版、電撃文庫は PS2 版がベースになっていて、桜の森文庫はオリジナルストーリー、コミック。ありがとうございます。